セブンオークスの戦いセブンオークスの戦いは、1816年6月19日に、カナダ西部の現在のマニトバ州で、相争う2つの毛皮交易会社、ハドソン湾会社と、北西会社が起こした戦闘。北西会社側についた、メッティ族の間では、グレヌイエールの勝利と呼ばれる。イギリスの国策会社、ハドソン湾会社と、 モントリオールの毛川商人が作った北西会社は18世紀末以来カナダ西部の毛川交易をめぐって争っていた。1814年、レッドリバー植民地の知事であったマイルズ・マクドネルは植民地の食料不足から食品の輸出を禁じる宣言を発した。ペミカン宣言はこの地に住んでいたメティゾークと北西会社の両方にとって打撃であり、 北西会社は、この布告が不公正な毛皮交易独占であるとして、ハドソン湾会社側を訴えた。またメティ族の人々は、レッドリバー植民地の成立と権利を承認しておらず、対立しており、イギリス政府が発した1763年宣言に照らせば自分たちの方が守備一貫しているとしていた。北西会社は、この布告や、その他の制約を受けて、 崩壊の危機に秘にし、ハドソン湾会社は、北西会社を乗っ取ろうとしたものの失敗に終わっている。1815年、神経衰弱や衝突によりマクドネルは、レッドリバー植民地の知事を辞任し、公認には、以前に毛皮交易の経験のない、アメリカ人実業家、ロバート・センプルが赴任した。メティの旗。この戦いで初めて使われた1816年、 スコットランド系メティで、北西会社の一員でもあったカスバートグラントは、メティの集団を率い、ハドソン湾会社のペミカン補給所を選挙した。彼らは蓄えられていたペミカンを北西会社の公益商人たちに売るため、レッド川沿いのフォートダグラスの南にある集合地点へ向かい、公益商人たちと合流した。一方、センプル知事と入職者を呼び、 ハドソンマイ会社関係者らも、この集合地点へと向かった。センプルは、メティラと抗論になり、銃撃戦になった。当初の報告では、メティ側が、先制攻撃したとされていたが、実際は、センプルの部下が先に撃ったと考えられている。しかしメティラは、射撃に熟練している上、人数で3倍とセンプルらを圧倒しており、センプルらに勝ち目はなかった。 60人ほどのメティを呼び、北西会社側には戦死者が1人出たものの、相手側は24人のうちセンプル知事自身を含む22人が戦死した。この戦いで、ハドソン湾会社のセルカーク白社ク,クラは、北西会社の幹部やセブンオークスでの戦いに関係した者の,の多くを逮捕した。後に、この事件を調査するために設立された、王立委員会は、 メティラを免罪し、カスバート・グラントは、北西会社が、ハドソン湾会社に併合された後、ハドソン湾会社の重要人物となった。ありがとうございます。